単純に考えて、まあバカなんでしょうね。皆さんこんにちは、ハンニャです。本日は2021年10月の11日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、生方議員、もう引退かなということになります。この動画では、拉致被害者は生きていない発言で大炎上中の立憲民主党の生方発言について確認し、救う会からの批判や私なりの論評を交えたいと思いますので、最後までお楽しみください。とはいえ、私は一方的に生方議員を叩き潰すとか思ってませんが、でもね、しかもこれ民主党のある意味決闘なのかもしれない。また衆議院選挙間近ですので、ぜひチャンネル登録、高評価の上、コメント欄で情報提供や情報交換などをしていただいてもありがたいです。では今回の目次はこちらです。では早速こちらをご覧ください。こちらは産経新聞10月11日の記事ですね。見出しは、拉致被害者は生きていないと立民生方氏家族会など抗議ですね。まあそりゃ炎上するわな。では中身も見ておきましょう。以下一部引用です。立憲民主党の生方幸男衆議院議員が9月に千葉県松戸市で行った会合で、北朝鮮による日本人拉致問題について、日本から連れ去られた被害者というのはもう生きてる人はいないなどと発言したとして、拉致被害者家族会と支援組織救う会は11日、発言の取り消しと謝罪を求める抗議声明を出した。声明では、すべての拉致被害者の救出のため、心血を注いできた被害者家族、支援者、被害者自身の生命に対する重大な侮辱であり、冒涜だと非難した。救う会などによると、生方氏は9月23日、横田めぐみさん57歳について、横田さんが生きているとは誰も思っていない、自民党議員もとした上で、拉致被害者は今、現在はいないと捉えられる。政治家は皆そう思っているということ、などと発言した。また、平成16年に北朝鮮が提出し、日本側が別人と鑑定しためぐみさんの偽の遺骨について、遺骨から DNA を鑑定して、それが横田さんであるかないのかというような技術力はなかったとした。死亡の根拠について問われると、客観的情勢から考えて生きてたら北朝鮮は横田さんを返す。返さない理由はないと説明。生きているのだったら何かに使いたい。一回も使ったことがないですから、残念ながら亡くなってしまっているから使いようがない、などと主張した。日本国内から連れ去られた被害者は生存者はいないのだと思う、と重ねて主張した。これに対して家族会などによる抗議声明では、生方議員は人の命に関わる重大な人権問題について日本政府の基本的立場を否定して北朝鮮の主張に賛同していると批判。生方氏が所属する立憲民主党に対し、生方議員発言を党としてどう考えるのか、ぜひお聞かせ願いたいとしている。北朝鮮は14年9月の日朝首脳会談で拉致を認めて謝罪し、5人を帰国させた。だが、他の被害者については8人が死亡、4人が未入境と主張した。以下略、以上ですね。で、記事にはまだまだ説明がありますが、あまりたくさんの論点を含めてしまうと、訳がわからなくなってしまいますので、今回はこの程度の引用に留めています。興味がある方は概要欄参考記事の方にリンクを貼ってますので、そちらで元の記事をぜひご確認ください。で、このような生方発言が問題となってるんですね。で、記事にもあるように、このような被害者は全員亡くなってるだろう、自民党議員だってそうだ、という発言は日本政府の立場とは異なるものですよね。まあ、そのために政府はこのような反応を示しています。こちらは産経新聞10月11日の記事ですね。見出しは、松野官房長官、生方氏発言を批判、誠に遺憾ですね。まあ、そりゃそう反応しますよね。では、中身も見ておきましょう。以下、一部引用です。松野博一官房長官は、11日の記者会見で、立憲民主党の生方幸男衆議院議員が、北朝鮮による拉致被害者について、生きてる人はいないなどと発言したことについて、政府の立場と相入れず、誠に遺憾。すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、一日も早い帰国実現に向け、全力を挙げて取り組むと述べた。一方、岸田文雄首相が各閣僚に求めている国民との車座対話を自身が行う場合のテーマとして拉致問題を挙げ、被害者や関係者と早期に面会し意見を交換する考えを重ねて表明。国民の集いなどに可能な限り積極的に出席をし、声を直接伺いたいとも述べた。以下略。以上ですね。で、このように岸田内閣でも拉致被害者の全員帰国を一日も早く実現するために全力で取り組むということですね。また同じ立憲議員からもこのような反応が出てますね。こちらは立憲民主党の松原仁議員の10月11日午後2時55分のツイートですね。以下引用です。
生方議員の発言についての報道に対して、立憲民主党の一人として大変申し訳なく思います。生方議員にも本日直接話しまして、認識の誤りを認めていただきました。被害者家族会の方々へも謝罪いたしました。引き続き、拉致被害者の奪還に向けて尽力してまいります。以上ですね。まあ、口述するように、生方議員の今回の考え方は、誰かから一言言われて、すぐに変えるようなものじゃないと思いますので、議員の努力は無駄に終わる気もしますが、まあ、それでもやはり、拉致問題解決に携わっている人からすると、放置できないのは当然でしょう。そしてこのように大炎上した結果、生方氏は10月11日、午前11時31分に、ツイッターでこのようなコメントをしています。以下、引用です。9月の市民フォーラムにおいて不適切な発言をしてしまいました。発言を撤回するとともに、拉致被害者の家族の皆様及び関係者の皆様にお詫び申し上げます。生方幸男、以上ですね。どこの部分が不適切だったんだろう。分かってんのかな。どう考えてんでしょうね。てか、ツイッターで謝罪なのかな。それだけでいいのかな。で、生方発言については、今回産経新聞の記事を参照しましたが、概要欄参考記事のスクー会の方には、もっと詳しい話へのリンクを貼ってますので、もしご興味があれば、概要欄のそちらの方からまた見てください。実際にスクー会の方が、元動画を確認した上での文字起こしなどをされてますから。あ、本当は元の動画のリンクもそこにあったのですが、現在は非公開になってしまってますので、私は元動画を確認できてませんが。ツイッターなどの SNS では転がってますけどね。まあ、文字起こしと一致しているので多分本物でしょうが、まあ、ちょっとソースが怖いので、野良動画は私は引用しませんが。で、そこの文字起こしによると、この生方発言の元の元は、元民主党の議員で、現在は引退されてはいないのかな？ちょっとはっきりしませんが、落選中の石井はじめ氏の考えがあるようですね。文字起こしによりますと、金丸訪朝団に参加していた石井はじめ氏の話を聞いた上での意見だということです。そしてもう誰も横田めぐみさんなど拉致された被害者は生きていないと考えており、また救う会などが主張しているような遺骨の DNA の話なども当時の技術力を考えると信用できないと生方氏は話しています。まあ、すなわち生方氏からすると、拉致被害者が現在生きているという客観的証拠も状況的証拠もない。政治家はみんなそう考えているなどと言ってるんですね。そしてここで出てきた石井はじめ氏は確かに以前そのような発言をして、これまた問題となってました。こちらはハフポスト2014年8月30日の記事ですね。見出しは、石井はじめ氏、横田めぐみさんとっくに亡くなっている、私は北朝鮮に精通しているですね。以下一部引用です。民主党の石井はじめ元公安委員長は8月29日、神戸市内で開いた自らの旭日大綬章記念パーティーで、北朝鮮による日本人拉致問題について、日本政府は未だに横田めぐみさんらを返せと騒いでいるが、もうとっくに亡くなっていると発言した。47ニュースなどが報じた。私は北朝鮮に精通している。それなのにまだ交渉をやってるのは非常に違和感がある。と、現政権の対北朝鮮外交への不満を表明。社会に大きな警鐘を鳴らす発言だが、皆さんの批判を問いたいと述べた。終了後の取材で、めぐみさんらが戻ってきてくれれば非常に嬉しいが、最高権力者が交渉で一度認定した事実を覆すことはありえない。冷静になるべきだと発言の趣旨を説明した。以上ですね。でね、まあ私も炎上する可能性を考えながら話をしないといけないのですが、確かに拉致被害者の方々が現在ご存命かどうかというのは論点にはなりうるんですよね。そもそも国家は国民の生命財産を守ることが第一義的な存在意義ですから、拉致被害者を全員救い出すことは日本政府の使命であることは間違いありません。そしてここからは論理的に思考してみるということになるのですが、万が一すでに数人の拉致被害者の方々が亡くなっているとした場合、とてもじゃないですが北朝鮮としてその方々のご遺体を丁重に扱ってたかというのはよくわからないわけです。まあ、したがってすでに死亡したということで北朝鮮側が証明しようと思っても証拠を出せない可能性があるわけですよね。まあ、したがって北朝鮮がすでに生きている拉致被害者は全員返した。拉致問題はとりあえず
ず解決したと主張したとしても、日本政府が死亡したという証拠を出せという限り、この問題は時間が100年ほど経って寿命的に全員死亡したと認定できない限り前に進まないというのは、確かに論理的にはあり得る話なんですよね。まあ、その意味では産方氏の発言は完全に内容として間違ってるかといえばそうではないでしょうし、石井一氏の発言も内容としては耳を傾ける価値がある部分も含まれていると思います。しかしこれは公の場で政治家が発言していい話ではないですよね。これもあくまで論理的に思考してみようということになりますが、北朝鮮で苦しい生活を送られている拉致被害者の方々がこのような自分たちを見捨てるような政治家の発言を聞いたらどんな思いになるのか、そして拉致被害者家族の方々の努力をどう思っているのか。で、基本的にこの問題については北朝鮮が悪であることは間違いないわけですよ。拉致をしているわけですから。ですから日本としては一切譲歩することなく、ただ拉致被害者を返せと主張し、一日も早いご帰国を実現させなければならないのは当然なんですよね。そして万が一すでに被害者の方が亡くなっている場合においても、それを証明できない場合に不利益を受けるのは当たり前ですが、加害者の北朝鮮なわけです。まあ、したがって北朝鮮も証明のしようがないんだから勘弁してやれ的な発言は、まあ日本の政治家としてはありえないわけですよね。そして万一何かしらの意図で日本政府側がすでに帰国されてない被害者の方々は亡くなってしまったということを前提で北朝鮮と交渉を始める際には、それは国の存在意義を放棄したということで大批判を受けることを覚悟でやるべきことであるはずです。そしてそのような批判を受けつつ北朝鮮と交渉するんだと日本政府が決断した場合には、まあ、それはそれで一つのあり方かもしれません。多くの国民からの批判は避けられませんが、でこのようにこの問題については決して産方議員のように市民フォーラムの場で言葉を選ぶことなく話をするような内容ではないでしょう。で、産方議員のこのような考えは従って今日昨日浮かんだものではなく、だいぶ前からのものなんですね。そしてそんなことを何度も覚悟なく語っちゃってる時点で、まあ、相当軽率であることは間違いないわけです。ちなみに産方議員はこれまでに6回当選している議員さんですね。まあ、ここ最近では2012年の12月の民主党が自民党に政権を奪われた選挙では小選挙区では負けたものの重複立候補していたために比例復活、2014年では小選挙区でも敗れ比例復活もならず浪人、2017年ではやはり小選挙区では落選するものの比例復活をして6回目の当選ですね。まあ、したがって立憲民主党がここまで比例でプッシュしており、まあ立憲の反応も気になるところですねと思ってましたら、先ほど立憲の見解が出てますね。こちらは産経新聞10月11日午後3時46分の記事ですね。見出しは立民産方氏の発言を謝罪、拉致被害者生存を信じるですね。以下一部引用です。立憲民主党は11日、緊急声明を発表した。我々は拉致被害者が生存していると信じていると強調し、産方氏を厳重注意したことを明らかにするとともに、党として謝罪した。声明は福山哲郎幹事長と森裕子、党拉致問題対策本部長の連名。発言について、党としての考え方と全く相入れないものであるのみならず、拉致被害者とご家族、拉致問題の解決に携わってこられた全ての方々を深く傷つけるものとし、改めてお詫び申し上げると謝罪した。その上で、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向け全力で取り組んでまいると記した。以上ですね。まあただ先ほど紹介したように石井はじめ氏の名前を挙げて産方氏は発言しており、まあ、そんな注意だけで考え変わる？そしてこの方をまた比例名簿に入れるのかな？そしてまあただ選挙直前にこんなことが露見されてしまって産方氏の選挙厳しいんじゃね？まあ何せよこんな難しい問題について批判を受けたらすぐに撤回謝罪するような意見しか言えないとか、まあ私は正直言って情けない人だなと思いますね。皆さんはどんなことを考えたでしょうか。ぜひともね、皆さんのご意見をお聞かせください。またね、産方議員の地元の方々に関しては選挙に関してこの動画をぜひともね、参考にしてください。ではぜひともチャンネル登録、高評価の上、他の動画もチェックしてくださいね。概要欄の方にもいろいろ資料載ってますので。ではね、バイバイ。